はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、2軍の選手が、1軍の選手であったりとか、1軍のチームに対してどういうふうに思ってるんかというところをね、ちょっとお話していきたいなというふうに思ってます。というのもですね、ジャイアンツ今首位争いをね、してまして、広島とね、すごくデッドヒート、ヒリヒリした戦いが続いてますけども、さてね、その2軍の選手であったりとかっていうところはどのようにチームに対してであったりとか、選手に対して思っているのかっていうところを、率直なね、話をね、正直な話をちょっとしていきたいなというふうに思ってます。やはり今巨人がね、1軍がね、調子がいいですから、やはりこう2軍の選手はね、 あまり上がれないなというか、やっぱりこうチームがうまく回ってると、やっぱりチャンスって少ないじゃないですか。そのままやっぱ行こうとする。そのメンバーでうまくいってるんだから、そのまま行こうとするじゃないですか、やっぱりね。だから、やっぱりこう、チームが調子がいいと、なかなか2軍の選手は、ちょっとチーム負けろじゃないけど、1軍負けろやっていうふうに思うことって正直あるんちゃうかなと思ってます。で、僕の話をすると、僕はキャッチャーでしたし、育成選手だったんで、1軍の、勝敗をめちゃくちゃなんて気にしてるというか、チームのその個人成績もそうですけども、めちゃくちゃ気にしてるかって言ったら、そこまで、気にしてませんし、多少ね、やっぱニュースであったりとか、スマホであったりとかっていうのは確認絶対しますけども、ナイターも絶対見てますけども、どっちかっていうより、僕の育成選手の立場とすれば、怪我人出えへんかなっていう、例えばキャッチャーだったら、やっぱりキャッチャーでそんな一チームに6人ぐらい、5、6人ぐらいしか支配下の選手ではいないので、そういったところで誰か怪我せえみたいな感じで正直思ってたことはありましたし、もしその怪我人が、ね、出たとしたら、じゃあ育成からキャッチャー上げなあかんなみたいな話になってくるんで、だったら自分が選ばれるかもみたいな感じで思ったこともあったんで、怪我待ちみたいな、怪我願いみたいなのは正直ありました。で、今ね、サムネイル秋広選手とかに、しましたけども、秋広選手ね、非常に打ち方を変えて、2軍でね、その打ち方バットをこう寝かしてからね、すごくいい結果が出始めてるっていうのが、記事でありましたけども、やはり今の1軍の状態、状況を見ると、秋広選手がなかなか上がってくるのは難しいかなっていうふうに思います。上がる可能性は全然あると思うんですけども、上がったとしても、スタメンでいきなり使うとか、レギュラーで使うっていうのはないと思うんですね。どの選手でもそうですけども、2軍から上がってきていきなりレギュラーで使うって、もともと実績がある選手しかそういう扱いはされないので、秋広選手ね、去年ブレイクしましたけども、もし1軍に上がってきたとしてもね、やはり初めはこう代打であったりとかっていう役割になってくるんで、そういったところはね、難しいところかなって思います。で、ポジションによっても結構考えることって変わってくるのかなと思ってまして、例えば僕キャッチャーじゃないですか。で、例えばキャッチャーとかピッチャーとかっていうのは結構一軍負けろっていうふうに正直思ってるんちゃうかなと思ってて、なんでかっていうと、例えばキャッチャーって、例えば基本的にやっぱ点取られたら試合に負けるじゃないですか。で、日本の風潮的にね、日本の考え方的にね、なんか打たれて負けたらキャッチャーのせいやみたいなところってあるじゃないですか。だから結果的にチームの負けを願ってるってことは、キャッチャーがうまくいってないことだっていう風に結びつけられることがあるんで、だからチーム負けろって僕も思ったことあるし、正直ね、そういう風に思う人が多いんじゃないかな。ピッチャーもそうですよね。ピッチャーも打たれて点取られるから結果的に負けるんであって、そのピッチャーの成績が良ければね、チームって負けないわけなんで、だからそういうチームの勝敗に直結するようなポジション、バッテリーですよね。バッテリーというのは結構1軍の、例えば今2軍にね、いる支配下の選手なんかは、試合負けろみたいな。で、試合負けろってことは結局ピッチャーであれば打たれろってことだと思うし、キャッチャーで言ったら、打たれて点取られて評価悪くなれみたいなところだと思うので、そういったところあるんちゃうかな、ちょっとあるんちゃうかなって思います。で、
まあ、内野手とか外野手とかはどっちかっていうとチームの成績っていうよりかは個人成績を気にしてるんじゃないかなと思ってて、まあ、チームが勝つとか負けるとかもあるんだけども、その自分と同じレベルというか同じ役割みたいな選手が、打ってるのか打ってないのか、うん、エラーしてしたのかしてないのかとかね、どういう、今一軍の立ち位置にいるのかみたいなところってすごく気になると思いますし、まあ、そういう野手、内野手であったりとか外野手の選手はどっちかというと一軍のチームの勝敗っていうよりかはその自分がこう目指してるというか自分と同じようなやっぱり、ポジションの選手、守備位置であったりとか役割的なところタイプであったりとかっていうところ似たような選手って絶対いますから、その選手が今一軍でどういう活躍をしているのかどういう起用方法をされているのかみたいなところっていうのは絶対気になってるし、実際僕もね寮にいた時とかはみんなねこうナイターを見てるわけですけども、おいとか、あんまりこう、誰々が言ってたとかは言えないですけど、なんか、おいみたいなとかありました。こう、おい打つなよとか、俺また一番上がれへんやんけとか、そんなんは、いつもね、飯食ってる時にみんなでこう、寮でね、泣いた大きいテレビが2台あるんですけど、それで前と後ろにあって見てるんですけど、おい打つなよとか、おいやめろよとか、抑えんなよとか、おい負けろよ一軍とか言ってる。人はね、たくさんいましたし、まあまあそれって一、まあ一概になんかこう視聴者の方がね聞いたら、あそれってどうなのって思う人もいるかもしれないですけども、やはりそれだけ真剣にね取り組んでる証かなとも思いますし、まああのあんまり良くないことかもしれないです、人の不幸を願うってあんまり良くないことかもしれないですけども、でもそれだけねその自分が這い上がっていきたいとか。なんとかこう食らいついていきたいみたいな気持ちがあるから、まあ、自然とそういう言葉がね、出るんじゃないかなっていうふうに思います。まあ究極言ったらね出さない方がいいのかもしれないですけども、まあそういうふうにね、まあ人間ですからね、まあ、思うこともあるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、てな感じで今日はね、まあ、その今1軍が調子いいですけども、まあ、2軍でね今秋色選手であったりとか、まあ、ピッチャーで言ったら、まあ、菊池投手であったりとかたくさんこう成績を出してね頑張ってくれてますと。で本当に、僕は3年間しかねプレーをしてなくてですね、育成選手のままクビになったわけですけども、やはり今ね戦っているこの選手たちっていうのはね育成選手も含めて素晴らしいなと、本当に尊敬に値するなというふうに思いますし、まあその方々その選手たちがですね、どのような考えでやってるのかとか、どのような意識で試合に臨んでるのかとか、まあ、試合解説も含めてね、そういう人たちがどういう風なね、プロセスを踏んで試合で結果を出してたりとか、まあ、失敗することもあるでしょうけども、っていうところをね、できるだけ皆さんに分かりやすい形でお伝え していきたいと。その僕がねそんだけこう野球選手をリスペクトしてるんで、皆さんにねその凄さであったりとか考えてることであったりとかっていうのを、まあ、できるだけね分かりやすく噛み砕いて共有していきたいという思いがありますんで、ぜひねこれからも小山翔平ベースボールチャンネルを見ていただければですね、まあ、巨人の話題中心になりますけども、まあ、それ以外のね選手にもなんて言うんだろう当てはまるようなね、コンテンツというのをどんどん出していきたいと思いますので、たまにはねこういったこの選手の気持ちの動画であったりとかっていうのも出していきたいなというふうに思ってますので、これからもよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。